さんおはようございます。今日楽しみだな。今日はね、カラーズっていうね、ファッションショーみたいなお洋服のイベントなんですけど、楽しみ。めっちゃ結構やることが多くて、そうずっとステージにいる立ってるわけじゃないと思うんですけど、そうなんですけど、意外とやることが多くて、やることとか大歌とかも、大歌らって歌も歌、今回は配信ないんですかね、あるのかな、ぜひ見てほしいなと思うんですけど、配信とかはないのかな、あるのかな、どうなんだろう。今日カラス行きますって、はい、みろりのハード使ってる。そうで、今回のそのイベントのテーマカラーが、テーマというかドレスコードが紫なんですよ。そうだから紫なので、ぜひ会場に来るよって方、ちょっと紫の要素を入れてきてほしいなってとか思ったりまして、そういう方結構多いんじゃないかな。お洋服かわいい。だってこれはファンさんにいただきました、ありがとうございます。あんまこういうトップスとかさ、こういうなんか綺麗系みたいなさ、あ、粉ついちゃってる、着ないからさ、なんか、そうそう、今日はせっかくだしとか思って着てみようと思っていただきました。ヨウちゃん起きてるよ。ゼップに行きましたって。そう、ゼップだから劇場と間違えないように。どこ座ろうか迷いますって。なんか私的にもここっていう場所が、なんかもしかリハしたらわかるかもしれないけど、どうしてもいつもリハが結構遅いの、2時とかそんくらいだったから、どうしようね。もしも分かったらちょっとメールとかで言うかもしれないけど、でも私もなんかこうどっちがどっちとか分からなくて、本当にラーメン歩いて、そう歌歌うくらいしか合ってないんですよね、何やるか。病院行ってきますだって、大丈夫だから。でももしかしたらそういうの本当ないかもしれないから、ちょっと分からない。ヌちゃん起きてるよ。私さ、紫の服とか持ってなくてさ、紫の服ってないよね、なくない、私な、1個もないかもしれない。めっちゃ頑張る探したらありそうだけど、多分ない。紫でしょ、そうな、でなんか今回はシーンって知ってますか、シーンっていうブランドがあるんですけど、雑貨屋さんにネットのやつが、
そのそれがねこうついてくださってるからね。そう、シーの洋服を着て歩くんですけど、紫一着だけ持ってます。え、それ見たい見たい見たい。あ、私の紫の T シャツあるかも、あるかも、あるかもしれない。私はね紫の衣装を着ているのでね。そうそうそう、ピンクパープルみたいな洋服着ます。だってかわいい、ピンクパープルみたいかわいいね。もう想像しただけでかわいい。一着だけ持って、お仕事なのね。残念だ、紫の T シャツは握手会にぜひ。握手会に来てきてください。皆さん昨日のラジオを聞かないとは。聞きましたか、オラちゃんラスト。寂しくなかったですか。もうってなっちゃったよね。なんかオラちゃんがさ最後一言さメッセージをさ私とアイチーにくれたんですけど、なんか本当に優しくて、なんかあんなにね後輩のことを思ってね言ってくれる先輩ってなかなかいないんですよ。しかもこう普段からオラちゃんそういうことすごくいっぱい言ってくれるんですけど、ラジオでファンの方もこう聞いてくださるので、おなちゃんからの言葉が本当に嬉しくって、私そう、本当に嬉しくって、だからなんかそんなおだちゃんと一緒に作ってきたラジオを、私はまだ1年も経ってないけど、まだそうレギュラーのね関わらせていただいてから1年も経ってないけど、でも頑張って守っていかないといけないなってすごく思いました。そんな小田ちゃんラスト回でした。うん、聞きました。だってまだの方聞いてね聞いてね。いや本当に小田ちゃんのファンの方はもう絶対感動すると思うんですけど、私のファンの方にも聞いてほしいなってすごく思うから、ちょっと聞いてね、あのこれからもお便りとか本当に聞かないとリスナーでいてください。小田ちゃんがいなくなっちゃったもう。聞きましたってもうねって、素敵な素敵すぎる最終回だったんですよ。あ、そう昨日ねアンジービーのね展示会、私が好きなね村瀬紗英さんがねプロデュースしてるねアンジービーっていうねブランドのね展示会に行ってね、したらねこれがもらえたの。お洋服予約したんですけど、かわいいのめっちゃ。ピンこれをいただいて、めっちゃ可愛くない？私髪の毛さ明るいからさ
もう本当に大好きで、私昨日お会いできたんですけど、なんかねめっちゃ行くか行かないかすごくすごくすごく迷ってて、そう迷ってたんだけど、でもそう日帰りでも行こうと思って行ってきたら、見ていろいろお洋服予約したので、秋冬の私のお洋服楽しみにしててほしいなと思います。幸せだった、本当に。今日のお洋服にめっちゃ合うねつけてこうかなでもなんかロンティーとか持ってて、ロンティーをどれにしようか迷ったら結局決められずに終わっちゃって、そうロンティー買えなかったの悲しい。でもニット系は全部欲しいの買えたから、そうそれも嬉しいなと思ったし、あとそうニット系も買えたし、そうあとのあとニットはめっちゃ買えます。ニットカーディガンとか、今回コートは買わなかったんですけど買えちゃいました。りなちゃんだってクリナ言うこと知らなくて、私会場行ったら行ってびっくりしちゃったの。そうあかりちゃんと前の日にあかりちゃんから連絡来て、なんか会いたいねみたいな、会いたい会いたいみたいな、で私明日アンジービーの展示会行くんだけどって言ったら、え私もみたいなってなって、えーってなって、それであのあかりちゃんと一緒にあの行きました。えじゃあ一緒行こうって言って、そう若菜を誘ったけど、若菜には予定があって行けなくて、そう3人2人でもうねお話が止まらなくてね、ずっと話したの。なんかもう最後ねバイバイって言ってバイバイして、それででもさみたいなね、聞いてほしいみたいな話がすごくいい、ずっとずっとそれがあって、結局最後バイバイするまでね多分10分もかかった。楽しかった。ゆうちゃんこんにちは、だってこんにちは。15分に終わりにしようかな。ゆえるちゃんとお揃いのサンダルが気になります。だってそうゆえるちゃんとはお揃いのサンダルを買ってしまって、そうえゆえるちゃんが言ってたそれ、そうゆえるちゃんとなんかもともとかあのダンスの先生今言いそうになっちゃったの、ダンスの先生がそう履いてる靴がめっちゃ可愛いねみたいな話になって、あれ可愛くないみたいな、でこの前その先生とあのそのサマステのリハの時にお会いしたから、で先生みたいな、あのその靴私も欲しいんだけどサイズどんな感じですかみたいな言ったら、試着しようみたいに言われてでそう先生24センチだったから私も24センチって言ってそう履かせてもらったらめっちゃぴったりで、でそれで結局そのそれを買ってしまった。そうでその次の日にねその話をイエルちゃんに伝えてね、こうだったよって言ったらえみたいな、じゃあ買おう、もう買おうよって言って買ってしまった。それが明日届くの、明日から明日の公園で午前中にしたけど届くかな、届いたら履いていこうねって話をしたんですけど、履きたい、めっちゃ軽いので、めっちゃ歩きやすくて、靴下と合わせたら冬も使うっていう、めっちゃいくないっていうお靴を買ったんです。サンダルお揃い。それで言ったら昨日あかりちゃんとあのあれをお揃いで買いました、ニット女の子はお揃い大好きなんですよ女の子絶対気持ちわかると思う。女の子は男性の皆さんにあんまりわかんないかもしれないけど、あのねお揃いが大好き、仲いい子とお揃いがすごい大好きなんです。女の子はめちゃくちゃそうだから仲いい子、
まあ、そんな仲良くない子は別にどうでもいいんですけど、仲いい子とのおそろい、あラブラブだって、おそろいはもうとんでもなく好きなの。だファンの方とか私おそろい結構いるよ。いのちゃんとおそろいのために私も同じお洋服買いましたとか結構多い。だから私もファンの女の子からあのなんか髪色を真似しましたとか、そうあのなんか T シャツお揃い送りましたとか、そういうのはめっちゃ嬉しい。私すごくめっちゃ嬉しい。1186ありがとう。浮いてきちゃう。女子はそういうの揃えたがるイメージありますって。女の子揃えたがっちゃうんですよ。なんでだろうね。なんかお揃いにしたくなるんだよね。お揃いにしようってなる。なんかファンの女の子とかがさ結構さなんかヨーロネックレスとかさなんかイヤリングとか、みおちゃんの選んでたら私も欲しくなったから一緒の買いましたとかだと、あーかわいいってめっちゃなる。つけます。そういうの男性の方は結構自分がいいと思ったのを送ってくれる方が多いかな。プレゼントか特にもうこれいいと思ったのを送りますみたいな。けど私はすごく良かったものをみんなに紹介するのが好きなので、そうだから男性の方も真似してくれたりするとお揃いだねってなります。そうそう、お揃いだねとなります。今日何の髪型にしようかな、めっちゃ迷う。なんかさアイドルっぽくない髪の毛したいんだよね。何がいいかな。何しようかな。なんかアイドルっぽくない髪型したい。がツインテールとかしたくない。まあメイクさんに決めてもらおう。何しようかな。なんかさツインテールとかでも衣装的にツインテールじゃなかったんですよね。てかツインテールしたら髪長すぎない？最近してないけど。やば見てこんな髪伸びた。ほら見て見て見て、髪切ろう髪切ろう髪切ろう切ろう、ちょっと長すぎ。ラブラブだって。ドマさんありがとう。あてっちゃんだったのね、ありがとう。私もコメさんもニコラスもキューちゃんも愛だってありがとう。ビビもありがとう。ドマさんもありがとう。博多駅出たけど早すぎだって。早すぎめっちゃ早すぎ。それで言ったら本当に早い。ポニー、あポニーも可愛いですよね。
の可愛いよね。暑いからさ、最近イベントの時とか公演とかめちゃくちゃモニテールしちゃうんですけどね。しがちだからさ、なんかみんな飽きそうでさ、なんか違うのないかなって探しちゃう。ショート？ショートない。でもショートにしたいって思ったことがないかも、そもそも。あ、ショートしようってなんかな発想ならないから、私ショートにすることで多分いつか仕事でショートにしましょうみたいな時がないと、だってショートにしない気がするよね。自ら自分ね、女の子は失恋したらさショートするとか言ったりするじゃないですか。でも私別にそういうの分かんないから。まあでも気分ではあるかもね、もしかしたら。まあショートしようみたいな、もしかしたらさ、大きくなったらっていうか。これ昨日のあるから充電してるのに、まだ充電マックスにならないんだけど。あ、もう16分だ。終わりにしようかね、もうね。似て可愛いよ、だって可愛い。今日は本当に迷っちゃう。どこが一番似合ってますって。だってロングのことしかみんなに見せたことないもん。ロング、そりゃロングが似合ってるってみんな言ってくれるでしょ。ロング以外、ロングHKT 入ってから長いのしか。うわぁ、知ったことないんだもん。はじめましてだと。はじめまして、楽しみ。めっちゃでも今日もうそろそろお家じゃないといけないから、集合早いんですけど行きたいと思います。トマさんありがとう、てっちゃんもありがとう。ではでは、ちょっと終わりにしたいと思います。13位がウィンパディ、12位が BB、 11位が虹色さん、10位がタロン魚さん、9位がハシムッチ、8位がヨリカ、7位がニシプー、6位がニコラス、5位がコムさん、4位がオーギョ、3位がトマさん、2位がギュウちゃん、1位がハセボンてっちゃんでした。てっちゃんありがとうございました。あ、髪履くの忘れちゃったからさ、今度のゆっくりした夜配信のてっちゃんがいる日に書くね。タワーのやつごめんね、時間がなくなっちゃった。夜配信の時に書きます。てっちゃんでした。てっちゃん今日はいいの頑張っていきます。ありがとう。はーい、では皆さん、ちょっとなんか天気がねあんま良くないらしいので、ちょっと頑張ってください。私も頑張っていきたいと思います。バイバーイ。トゥ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 、ラブ、バイバーイ。ありがとうございました。